今回ご紹介するのは女子競輪選手の久米詩さんです。久米さんは1999年9月3日生まれです。京都府出身で、身長160センチ、体重60キロ、スリーサイズは非公開ですが、バストは推定 D から E カップかと思われます。久米さんは強くて可愛いガールズ競輪選手として今大注目のアスリートです。久米さんはインスタグラムなどで可愛いと話題になっていて、競輪ファンからの人気も非常に高い選手です。数多くの強豪選手と渡り合う豪快な走りからは想像つかない、おしとやかな性格で、話し方や佇まいには上品さがあります。目や鼻立ちもキリッとしていて素敵な笑顔が印象的です。ショートカットやお団子ヘアもとても似合っていて、選手として素晴らしい活躍をされていますが、その可愛さからファンになった方も多いのではないでしょうか。また上記の身長、体重通りがっしりした体格ながら、写真などから想像できないスタイルを持っていると思われます。バストは推定 D から E カップですが、アスリートとして活動しながらこれだけのバストをお持ちなのは、日頃から女性としての努力もされているのではないでしょうか。ヒップはさすが競輪選手なだけあり、筋肉質でかなり大きめです。大きなお尻が好きな男性にはたまらないですね。また太ももは61センチあるそうです。グラビアアイドルの方々のウエストとほとんど変わらず、すごい数字で相当な努力でここまで大きくされたのでしょう。これだけ実力と可愛さを兼ね備えているので、彼氏がいそうなものですが、現在そういった情報はネット上では見つかりませんでした。好きな男性のタイプは、くしゃっとした笑顔が可愛い人で、芸能人だと中尾明義さんや田中圭さんだそうです。久米さんなら可愛いので、すぐにタイプ通りの素敵な男性が見つかるのではないでしょうか。インスタグラムには素敵な笑顔や抜群のスタイルがわかる姿などが投稿されているので、気になる方はチェックしてみてください。久米さんは小さい頃から運動神経が良く、テニスに没頭していました。強豪校の園田学園高校のテニス部に入部し、県内屈指の選手としてご活躍されていました。高校卒業後、テニスを続けるつもりでオープンキャンパスに行くもしっくりこず、元競輪選手の父に相談したところ、競輪選手目指すかと言われ、競輪の世界へ行くことを決断します。その後2019年にデビューし、若手ながらトップ選手に引けを取らない活躍を見せています。2023年5月5日時点で通算313戦119勝、通算獲得賞金は4765万4900円と同期ではずば抜けています。まだまだ選手として脂が乗ってきた頃だと思うので、これからの活躍にも期待ですね。これからの久米詩さんも応援していきましょう。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは様々な女性アスリートを紹介しています。気に入っていただけたら高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。